大内峠と大内塾の間にある一律家大内塾と氷玉峠の間にある大内峠、母親戦争で激戦地となった。合津川から望む。合津西街道は、江戸時代に合津藩主、星名正幸によって整備された合津の若松城下から下屋の今市に至る街道。合津からは、下野街道とも、日光街道とも、江戸街道とも、 ナムサ通りとも呼ばれた。経路は、福島県藍津若松市から栃木県日光市、今市までの全長1 3 0トルに及び、現在の福島県道131号下号、藍津本号線、国道121号に沿っている。藍津西街道は、関東側からの故障で、藍津側からは、下付街道、あるいはナムサ通りとも称されていた。江戸時代には、 藍津藩、柴田藩、村上藩、庄内藩、米沢藩などの参勤交代や江戸と藍津北を結ぶ物流の道として重要な街道であった。1884年、藍津西街道に変わる新道、藍津味方道路が整備されたことに伴い、主要街道としての機能は衰退していった。街道筋にある大内塾には、王子の街並みや建造物が残されており、 1981年に重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。また、氷玉峠から大内峠、大内宿、倉谷宿を経て、国道121号にある奈良原宿に至る、経路には石畳などの旧街道の跡が残されている。下郷町域の旧街道は延長約2 2トルに及び、 この内大内塾を中心とした約1 0トルが、球場をよく止めている。この古道と三軍坂井の塚、茶屋跡、一里塚、馬頭館ゼ音碑などの関連遺跡が、2002年3月19日に、下付海道として、国の史跡に指定されている。若松城下、福永塾から、関山宿大内塾、倉谷塾、奈良原塾、田島塾、 川島塾、糸沢塾、横川塾、中身寄宿から五十里宿高原新田塾、藤原塾から大原塾、高徳宿、奥和塾、今市宿合図西街道沿いの泉源寺境内に、多摩高堂小安寺造村が祀られているが、もともとは、極楽寺造村であり、以下の伝説が残されている。江戸時代の中期、通りかかった殿様の一行がここで休憩した。当時は、 地蔵村の裏に清水が湧き、腰掛けの松という老木が日陰を作っていた。日陰で冷たい清水に上機嫌の殿様が二口目を飲もうと、すると突然、松毛虫が茶碗に落下した。怒った殿様が茶碗を投げ捨てるなり、腰掛けの松の伐採を命じ、あっという間に腰掛けの松は切り倒されてしまったのである。生成した殿様一行であろうが、お城に着くなり殿様は、 気分が悪くなり寝込んでしまった。それどころか、日に日に、殿様の様態は悪化し命すら危なくなったという。家来が藁にもすがる思いで、よく当たるという恩名詞を呼びつけ祈とうしてもらったところ、玉行動の地蔵様が現れ、腰掛けの松を切った仏鉢であると判明。思い当たった殿様はじきじきに参詣して、土下座の上を浴びし、ようやく許しを得たという。あとに、 前回の御霊として寄身した、家門入りの鬼瓦が吹かれており、今も見ることができる。1683年の日光大地震により、木の川支流の小川が土砂でせき止められ天然ダムの5里湖が形成された。会津西街道は水没して通行不能になり、会津藩三代藩主、松平正方によって1695年に代替街道として、 藍津中海道が整備された。しかし、藍津中海道は、藍津西海道が再整備されると、次第に使われなくなっていった。藍津西海道を通行止めにしていた、自然湖である五十里湖は、その後1723年の大雨で決壊し、死者1200人を出す土石流となり、宇都宮、大岡近辺まで被害が及んだ。ありがとうございます。